2月20日、夕の御言葉。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため、御霊に導かれて荒野に登って行かれた。マタイの福音書、4章一節。誘惑は聖なる人物をも襲う。イエスは誘惑をお受けになった。サタンが私たちを誘惑するとき、 火の子が燃料の上に落ちる。しかしキリストの場合には、サタンの通ずる火は水の中に投げ込むようなものであった。それでも敵はその邪悪な働きを続けた。悪魔が無駄であっても努力を続けたとするなら、まして私たちの心がどんなに燃えやすいものかを知った時には、どういうことになろうか。たとえあなたが精霊によって高度に清められていても、 地獄のははやはりあなたにつく。人の中にいる時私たちは誘惑されるしかし孤独の中にいる時同じ誘惑を受けないわけではないイエス・キリストは人間社会から荒野に導かれて悪魔の試みを受けられた孤独には魅力もあれば良い点もあるそれは目の欲、く暮らし向きの自慢を抑制するのに役立つかもしれない しかし私たちのどんな静かな隠れ家にも悪魔は来る。恐ろしい考えを持ち、神を汚す誘惑に会うのは、魚的な人たちばかりであると思ってはならない。霊的な人々にも同様なことが起こるのであり、最も神聖な地位にあっても、最も暗黒の誘惑にさらされるのである。どんなに霊が清められていても、サタンの誘惑に会わないという保証はない。 キリストは完全に聖であられた。主に与えられた父の御心を行うことは、主の食物であり、飲み物であった。ヨハネの福音書4章34節しかし、主は誘惑を受けられた。あなたの心はイエスの愛のゆえに、セラフィムの炎のように燃え上がるかもしれない。しかし、悪魔はあなたを、 ラオデキア教会の生ぬるさにまで引きずり下ろそうとする。黙示録三章十六節。もしあなたが神がいつクリスチャンに武装解除を許されるかを告げるならば、私はあなたにサタンが誘惑を断念する時を告げよう。戦国時代の武士のように、私たちは眠る時にも兜や胸当てをつけていなければならない。 なぜなら、敵は私たちの隙をうかがい、私たちを餌食にしようとしているからである。主は私たちに常に警戒を与え、ついには獅子の牙と熊の爪から逃れさせてくださる。